はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、電子書籍を、5倍の値段で売る方法と、すごくですね、まあこうキャッチーなタイトルというか、本当かよってね、思った人もいるかもしれないんですけど、電子書籍をですね、5倍の値段で売る方法があるんですね。まあ実際に僕もそれをやってるんですけど、そんな方法があるのぜひ知りたいと思うじゃないですか。しかもですね、この電子書籍を5倍の値段で売る方法で、しかもかかる時間、まあ労力は分かんないですけど、時間は半分以下なんですよね。時間っていうのはあれですよ、その作成するのにかかる時間です。電子書籍だったら、例えば、まあ、原稿を書いてアップロードするじゃないですか。それにかかる時間、もちろんその個人差はありますけど、僕の体感覚的に半分以下ぐらいかなと。電子書籍、例えば3万文字とか4万文字の本を書くのにかかる時間と、まあ、今日ご紹介するものを作るのにかかる時間っていうのは、まあ半分以下かなと思うんですよ。だから半分以下の時間で5倍の値段で売れるんですよ。すごいくないですか。こんなね、すごいものがあるんだったら、ぜひ知りたいと思うじゃないですか。そういう人は必ず最後まで見てくださいね。で、まあ先に種明かしすると、まあここでもうチャンネル切らないようにぜひしてほしいんですけど、これなんですよね。ちょっと字が汚いな。ちょっとね、これ横向きで書いてるね、字が汚いんですよね、と言い訳してみますけど、はい、これです。オーディオブックです。知ってます？オーディオブックって。まあ、声の本みたいなね、あるじゃないですか、こう。本を、例えば朗読して、プロのナレーターがね、で、それをまあ聞くみたいな。電子書籍をオーディオブック化したものっていっぱいあるんです。まあ、僕も出してるんですけど、Amazon に、オーディブルっていうのがあるんですよね。知ってますかね。オーディオブックの、だから Kindle みたいなもんですよ。Kindle は電子書籍じゃないですか。オーディブルっていう、その、オーディオブックを売ってるところがあるんですよね。で、例えば僕の電子書籍で言うと、まあ、海外移住の本があるんですけど、海外移住の本が、電子書籍だと500円なんですよ。で、オーディオブックだといくらかっていうと、2500円なんですね。5倍です。ちなみにこの2500円っていう、まあオーディオブックは、その、販売価格を自分で決めれないので、希望を出せるんですよ。これぐらいで売りたいですって希望を出せるんですけど、最終的にいくらで売るかっていうのは、そのオーディブルの方で決めるんで、自分で決めれないですね。だから僕はもともとこの金額を希望してたんだけど、もうちょっと安い金額を出してたんですけど、最終的に2500円で売ることになって、で、要するに5倍ですよね。5倍なんです。内容一緒です、全く。だけど5倍なんです。もちろんそのロイヤリティが違うんで、 Kindle と。だから販売価格は5倍でも、そのロイヤリティが一緒じゃないから収益も5倍になってるから、必ずもそういうわけじゃないんですけど、まあすごいですよね。だって情報そのものは一緒なのに価格は全然違うわけですよ。で、まあぶっちゃけた話、そのオーディオブックってめちゃくちゃブルーオーシャンなんですよね。僕みたいに個人レベルでやってる人ってほぼいないんですよ。Kindle っていっぱいいるじゃないですか、個人で出してる人って。でも、オーディオブックを、まあ、個人レベルで出してるんだって、もう皆無と言ってもいい状況。で、実際にちょっとね、今回動画なんで出せないですけど、例えばオーディオブック売上統計みたいな感じでググってもらうと分かるんですけど、すごい勢いで伸びてるんですよね、オーディオブックの市場って。だからもうめちゃくちゃブルーオーシャンだし、めちゃくちゃ成長分野なんですよ。だからもう早く参入した方がいいと思います、ね。で、なんでね、この2500円で売るかって考えてほしいんですけど、買う人がいるんですよ、この金額で。だからこの金額で売られてるわけですけど、だからすごいですよね、やっぱね。こういう金額を出してでもやっぱりそういうオーディオブックを買いたいとかっていう人がいるんです
まあ、普通に考えたらちょっとお金に余裕ある人ですね。だって、まあ、お金に余裕がなければ、こっちを買おうとするじゃないですか。電子書籍で少しでも安く情報を得ようと思いますけど、それをあえて高いお金で、まあ、情報入手しようってことは、やっぱりある程度お金に余裕のある人。オーディオブックって、そのユーザーにとってもこうすごくメリットが大きくて、まあ、オーディオなんで、ながら聞きができるんですね。例えば、こう歩きながら聞くとか、あるいは料理をしながらとか、まあ、あとはジムで運動しながら聞くことができるじゃないですか。だからその、まあ、時間を有効活用できるっていうのもあるし、あとはその情報を、まあ、インプットするスピードが速いんです。例えば1冊100ページの本があるとして、100ページの本を読むのって、まあ、結構時間かかるじゃないですか。まあ、1時間2時間とかね、かかると思うんですよ。でも、オーディオブックで聞いたら、本当にね、15分とか20分で全部聞けるわけですよ。その情報量だったら。だから圧倒的にその情報のインプットのスピードは速いんですよね。だから、その、本を読むよりも時間短縮したいんだったら、オーディオブックを聞く方が時間短縮になるんですね。そういうことを分かってるから、その時間という価値を、まあ、この金額に反映してると思うんですけど。だから、電子書籍を出してる人はね、ぜひこのオーディオブックも出した方がいいと思うんですよ。だってもうネタはあるじゃないですか、電子書籍っていうね、パッケージで出してるわけだから、あとはそれを音声に変えるだけってことなんですね。で、オーディオブックって基本的にプロのナレーターがその吹き込んでやってるんですけど、もちろん自分みたいなそういうプロのナレーターじゃない人でも出せますし、そのパターンが2つあるんですよね。朗読か、要約かってなんです。朗読は、まあ、その書いてある内容をその読むパターンですね。で、要約っていうのは、その、まあ、書いてあることをまとめて自分の言葉で喋るみたいな感じなんです。だから、ナレーターみたいなプロの人はこの朗読の方がいいと思うんですね。やっぱ上手に喋れるし。でも、素人が朗読をやると、棒読みになるし、何よりこう収録が恥ずかしいじゃないですか。なんかね、朗読してるのすごい恥ずかしいというか、照れくさいというか、だからうまく喋れないですよね。日本語であっても、やっぱなんか本読んで声出して朗読、まあ音読してる時って、棒読みになってなんか感情も入らないじゃないですか。だから、一般のそういう、まあ僕みたいなパターンでやる人は、こっちの要約の方がいいと思うんですね。僕もまあ自分の電子書籍の書いてある内容を、まあ要約して喋って、それをオーディオブックにしてるんですよね。この方が自分の言葉で喋れるし、なんかそういうね、すごく、まあ、自然な感じで音声が取れるんですよね。で、Kindle だと、その KDP ってあるじゃないですか。要するにその出版するためのプラットフォームというか、そういう場があるんですけど、オーディオブックだとね、ACX っていうのがあるんですよ。この KDP に当たるものですよね。があるんですけど、これって日本非対応。だから ACX は使えないんですよね、日本は。なので、まあ、Amazon のオーディブル事業部に直接連絡して、オーディオブック出したいんですけどっていう形で、まあ、納品作業とかも全部そこでね、直接やり取りするような形になるんですけど、まあ、オーディオブックのね、作り方みたいなコンテンツはね、おいおい作っていきたいと思うんで、興味ある人はまたぜひね、そのコンテンツ見てほしいと思うんですけど、まあ、かなりおすすめの市場です。本当にね、めちゃくちゃブルーオーシャン、もう最後のブルーオーシャンじゃないかなってぐらいの。まあ、もちろん、なんていうんですか、競争相手が弱いとかそういうことじゃないですよ。やっぱこう、圧倒的にその競争相手が少ないっていう、電子書籍とかに比べるともう、比じゃないぐらい競争相手が少ない。特に個人でやってる人ってまずというかね、ほとんどいないんで、まあ、今後増えてくるでしょうけど、まあ、早い段階で参入した方がいいかなと思います。まあ、僕も、1冊目を出して、もうすでに3冊納品して、もう2冊出版されてるんで、まあ、今後も月1か月2ぐらいのペースでオーディオブック出していきたいなというふうに考えてるんで、まあ、興味ある人はぜひですね、やってみてほしいと思います。では、今日は以上です。最後まで見ていただきありがとうございます。